皆さんこんにちは、サリ旅チャンネルです。今日皆さんにご紹介したい動画は、小森洋一先生を講師に文学講座夏目漱石後期三部作彼岸過ぎまで後人心。普段は有料で配信をしていますが、今日は後人を YouTube で無料配信したいと思います。続きが気になる方は下の概要欄から申し込みできるので、ぜひ申し込んでみてください。それでは小森洋一先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、小森洋一です。今日から4回にわたって夏目漱石の後人という小説についての講義を行ってきます。ここに書いておきましたように、後人という小説も、彼岸過ぎまでと同じように、短編を積み重ねて長編小説にするという方針で、書かれた小説で、まず最初の章が友達、それから第二章が兄、で第三章が帰ってから、で第四章がちょっと難しい漢字が書いてますが、人狼という、題名がついてるんですね。それで、彼岸過ぎまでの時にも申し上げましたように、漱石が、短編を積み重ねて長編小説にするっていうのは、修善寺の大観で、生死の境を、いかようが悪くなってさまよった時に、いつ書けなくなるかわからないので、それなりのまとまりがあれば、その後単行本出版が可能になりますから、そういうことも含めて、自分の胃潰瘍がいつ悪化するか分からないということと、応答するような形で、新聞連載小説を何とか書いていくという方針だったんですね。で、実際その、漱石自身の予測というか、懸念というか、心配が当たってしまったのが、この後人の執筆過程で、3番目のその帰ってからという章をずっと書き継いでいるところに、ところでまた胃潰瘍が悪化してですね、ちょっと継続は不可能であるという事態になるんですね。でけれども当初はつまりその胃潰瘍が悪くなった段階ではもうすぐ終わるという、腹積もりであったということが、連載についてのその新聞社からのコメントでも述べられているんですけれども、実際、書き進めてみたらそうではなくなっていったっていうこととですね、それから人狼という最後の章は、それまでの友達、兄、帰ってからとは明らかに書き方が違ってくるわけですね。それはどういうことかというと、この後、詳しくお話していきますけれども、後人という小説はですね、長野家という、父親の代は、官僚、かなり高級官僚で、そして、長男の一郎が、ほぼ現在家の後を継いでいる。その一郎は大学の教師をやっていて、ここら辺は漱石のかつての生活と重なっているわけですが、その一郎には妻、直が、5、6歳の一人娘がいると。で、弟が次郎なんですね。で、この次郎が語り手になって、兄とそれから兄嫁であるところの直との関係、つまり兄一郎からですね、その直がお前に惚れてるんじゃないかというあらぬ疑いをかけられて、それをそうじゃないということを証明しろというのが無理難題を与えられるっていうのが、この、友達、兄、帰ってからの、3つの章なんですね。それで、人狼という章においては、最初は次郎がやはり語り手の役割を果たしているんですけども、やがてその、精神を病んだ一郎と、それから一郎の友人の H さんという、頭文字で表される人が、一緒に旅行をして、その旅行先から、H さんの手紙が、次郎のところに送られてくる。その次郎のところに送られてきた手紙が読者にも紹介される
ということで、後人の、人狼の後半は、いわゆる諸寒帯小説になるんですね。で、諸寒帯小説っていうのは、その近代小説が、まあ、始まった、そして夏目漱石も学んだイギリス文学においてはですね、18世紀から19世紀にかけて非常に大事なジャンルであったんですね。つまり手紙の、その往復書簡があたかもその小説のようになっているという、つまり直接作中人物が、特別な相手に自分の思いを書き綴り、その相手からまた返事が来るというですね。そういう意味で言うと、文体は一人称、二人称形式になっていて、しかも説明がありませんから、この二人の関係はどうなっているのかとか、なんでこの人は相手にこんなことを言うのかっていうのは読者自身が類推しなければならない。という、まあ、読者の参加が非常に重要な役割になるのが、諸寒帯小説で、日本の近代文学においてはあまり発達はしなかったですね。まあ、日本の場合にはもうヨーロッパで、安定したこう三人称で物語を語る文体が確立したその翻訳文学から日本の近代小説を出発してますので、それを模索する過程の諸寒帯小説は途中で飛ばしてしまっているということも、まあ文学史的には言えなくはないわけです。いずれにしても、そのヨーロッパで非常に大事な役割を果たした諸寒帯小説の形に後半はなっています。そしてこれは、この講義が終わった後の、4回の講義で取り上げることになる心という小説も、下の、先生と遺書という章は、長い長い先生の遺書、つまり私という青年に向けられた、書簡になっているわけですから、そういう意味で言うと、彼岸過ぎまでとはまた違った領域を後人が切り開いて、それがまあ心にも受け継がれていったというのが、まあ、後期三部作だというふうに言うこともできようかと思います。まあ、いずれにしても、執筆の途中で、予定がこう変更されて、漱石の中で新しい問題意識や関心が生まれて、この後人という小説が成り立ったということをまず全体像として確認しておきたいと思います。で、まあ、4回の講義でやりますから、まあ、まとまりがいいようにそれぞれの章を、1回ずつお話しすると。若干長さに違いはありますので、やや急ぎ目になるところもあろうかと思いますが、それはご了承いただきたいというふうに思います。さて、冒頭は、第一章は友達という章ですね。で、友達という章は次のように始まります。梅田のステーションを降りるや否や、自分は母から言いつけられた通り、すぐ車を雇って岡田の家にかけさせた。岡田は母方の遠縁にあたる男であった。自分は彼が果たして母の何にあたるかを知らずに、ただ疎い親類とばかり覚えていた。大阪へ降りるとすぐ彼を通ったのには理由があった。自分はここへ来る一週間前、ある友達と約束をして、今から10日以内に半地で落ち合おう。そして一緒に高野登りをやろう。もし事実が許すなら、伊勢から名古屋へ回ろうと取り決めたとき、どっちも指定すべき場所を持たないので、自分はつい岡田の氏名と住所を自分の友達に告げたのである。じゃあ大阪へ着き次第、そこへ電話をかければ君のいるかいないかはすぐわかるんだね。と友達は別れるとき念を押した。岡田が電話を持っているかどうか、そこは自分にも甚だ怪しかったので、もし電話がなかったら、電信でも郵便でもいいから、すぐ出してくれるように頼んでおいた。友達は公衆線で諏訪まで行って、それから引っ返して、木曽を通った後、大阪へ出る計画でやった。自分は東海道一駅に京都まで来て、そこで、四五日、
用達方々投留してから同じ大阪の地を踏む考えであった。予定の事実を京都で費やした自分は、友達の便りを一刻も早く耳にするため、停車場を出るとともに、岡田の家を訪ねなければならなかったのである。けれどもそれは、ただ自分の便宜になるだけの、いわば私の都合に過ぎないので、さっき言った母の言いつけとはまるで別物であった。母が自分に向かってあっち行ったら何より先に岡田を訪ねるようにと、わざわざ荷になるほど大きい缶入りの菓子をお土産だよと断って、カバンの中へ入れてくれたのは、昔かたぎの律儀からではあるが、その奥にもう一つ実際的の要件を控えているからであった。これが後人という長編小説の冒頭です。ですぐお分かりの通り、非常に見事に、かつ正確にですね、後人という題名になっている漢字二字熟語の、異なった意味を、読者に説明するだけでなくて、それが、長編小説全体の枠組みになっているということに気がつかれた方は、あらかじめ、この後人という題名が分かりにくくて辞書を調べてくださった方ではないかと、そのご努力に敬意を表したいと思いますが、後人という二字熟語には二つの意味があるんですね。読んで字のごとく行く人ですから、旅人という意味、旅行する人、歩いている。単に街中歩いているというじゃなくて、やっぱり行き先を定めてですね、かなり長い間、道を歩いていく旅人という意味が、一つの意味です。で、もう一つは、これは、近代的な交通機関が発達するまでは、大体すべて歩いて、人と人との間をつないだわけですから、ある人からことづてを頼まれて、そのことづてをその別な相手に届ける、そういう役割を果たす、使者ですね、使いのもの。で、とりわけ、古代中国などでは、広い中国大陸で様々なこう戦がですね、王の間でこう繰り返されたわけですから、ここら辺でも和平交渉しようとか、いろいろな命がけの、使いも、後人というふうに呼ばれたわけで、ある人のことづてを別な人に伝える、そういう使者としての後人。で、この、まだ名前のわからない、後人という小説の語り手はですね、母からこの岡田にことづけられた、ことづてを、使者として運ぶ役割を持つと同時に、友達と約束して、やがて大阪で落ち合って、一緒に、旅行しようじゃないかという約束をして、東京からは友達とは別々に、出てたので、連絡を取り合うためには、岡田の、家を拠点にする。で、先ほど、朗読させていただいたところで、お気づきになった方がいらっしゃると思いますけれども、友人の方はですね、大阪行ったらその岡田さんのところに電話すればいいんですね。これは今の、私たちの状況では、岡田さんの家にとは言わずにも、固定電話ではありませんから、じゃあ岡田さんにとか、別に岡田さん、間に入れなくてもね、直接スマホでっていうこともあるわけですが、当時は基本的には、固定電話で、しかも、彼岸過ぎまででお話した通り、送信機とそれから受信機ですね、送話機と受話機が離れていた。で、それで彼岸過ぎまでの、砂川とそれから千代子の微妙なやり取りが成立するわけですけれども、で、彼岸過ぎまでの時もお話した通り、この明治末年、っていうのはですね、一番日本で電話の敷設が難しかった。つまり、申し込み者が大変多くて、
なかなか敷設されなくて、それでそのブローカーみたいな人たちが電話の権利を買い占めて、それを通常の値段より高く売って儲けるみたいなことが、新聞でも大きな話題というか問題、社会問題化していた時期なんですね。だそういう意味で言うと、上流階級しか持ってなかった電話が、まあ、中産階級までこう降りてきた。もちろん、東京朝日新聞、大阪朝日新聞、二つの朝日新聞を読んでる、読者たちにとって、この電話というのは非常に大事な、通信媒体であったはずです。つまり、朝日新聞の特徴というのは、東京の株式市場と大阪の株式市場が、朝新聞の紙面開いた瞬間に両方わかるという、ね。もちろん値段違うわけですから、売りか買いかっていうのを即座判断して、で、目を通した瞬間に電話をするっていうのが、前から電話を持っていた株式取引を毎日しているような小金持ちの人たちで、でそういうところに、商店のね、小僧さんとかそういう人もこう参加するようになって、でもそういう人たちには電話がないから、取引の決断は、と、それから実際に取引が遅れてしまうっていうような、お金儲けか、とりわけ株式取引に関わる形で、電話の不設が、まあ、ブームになっていた時で、それで岡田は、電話があるの、当然のように言ってるわけですね。ということは、この岡田もそうだし、まだ語り手の名前は出て、していませんけれども、この字の文の書き手が属しているのは、まあ、中産階級より上の中上流階級で、すでに自宅に電話があって当たり前という、そういう状況なんだけれども、この語り手は、その、岡田のところに電話があるかわからないので、電話がなければ手紙か、電報で、ということで、住所ところ番地を知らせて旅に出た、ということでですね、今まで私が、15分ほどお話ししてきたことはすべてですね、通信と、それから交通ですね。まあ、交通も人と人とが行き来するっていうことですし、通信は情報と情報が人と人との間を行き来することですから、つまり、交人っていうのは旅する人、これ人が行き来するわけですね。同時にこう死者ですが、これ情報が行き来するわけですから、この公人という題名を見事にその小説の冒頭で、それは交通と交信をめぐる物語なんですよ、ということが全部繰り込まれているわけですね。ですから、この出だしを読むと、公人という小説を書くにあたって、で、夏目漱石という作家はかなり準備をして、構想を練って、考え抜いて、つまり、それだけちゃんと準備をする、した場合って、その自分の考えたことを作家っていうのは、ものすごく書きたがっているわけだけども、長編連載小説ですから、一日ずつ小出しにしていかなければならないですね。だから、まあ、今日はこれだけに留めておこうかと思いながらも、全体構想がこう、一回目は先走りますから。公人という題名を持った、語り手の交通と交信をめぐる物語だという非常にこうコンセプチュアルな形で、この小説は始まっている。しかも東京から大阪にっていう、そういう二つの大都市を、ね、結んだ交通交信小説であるということがわかるわけです。結んだ交通交信小説であるということがわかるわけです。で、この大阪で会うことになっている岡田と母親が、どういう関係かはよくわからないというわけですが、どうも遠縁の親戚らしいんですね。先ほど読んだ次のところにはこう書かれていました。自分は母と岡田が彼らの系統上どんな幹の先へ分かれて出た、どんな枝となって互いに関係しているか知らないぐらいな人間である。母から委託された用向きについても大した期待も興味もなかった。けれども久しぶりに岡田という人物、
落ち着いて四角な顔をしている。いくらひげを欲しがっても、ひげの容易に生えない。しかも頭の方がそろそろ薄くなってきそうな、岡田という人物に会う方の好奇心は多少動いた。岡田は今までに所用で時々出家をした。ところが自分はいつもかけ違って会うことができなかった。したがって強くアルコールに染められた彼の四角な顔も見る機会を奪われていた。自分は車の上で指を折って感じをしてみた。岡田がいなくなったのはついこの間のようでも、もう5、6年になる。彼の気にしていた頭もこの頃ではだいぶ危険に迫っているだろうと思って、その地のすいて見えるところを想像したりなどした。このあたりからこの書き手はね、かなり意地の悪い性格だなっていう、気が薄いことをことごとく問題にするわけですけれども、大事なことはこの岡田が、阪神の方に、その大阪の方に移ったのは今から、5、6年前だと。で、ずっとそれまでは書生同様に、この書き手のうちで世話になってたんだけれども、そっちへ就職をしたんですね。この連載されてるのが大正元年からですから、1912年の年末からですから、つまりちょうど代替わりしたところですね、明治から大正。そういうふうに考えていただくと、もう読者の頭の中ですぐこう計算が働きますから、5、6年というのは明治は45年までだったので、引いてみると明治39か40と1906年か7年ということになるんですね。それで梅田の駅で降りてって話で始まりますから、汽車のことは頭にあるわけですから、そうすると1906年にはその日露戦後の状況の中で、鉄道が国有化されていたっていう記憶。そして漱石のファンであれば、そういえば三四郎を書いた時に、鉄道国有化のことが問題になっていたな、などという数年前のことを思い出ししながら読めるようになっているわけですね。これはすでにこの講座の中では何度か触れたことですけれども、復習的に、触れておきますと、日本は鉄道後進国ですから、鉄道を引く際には必ず外国の鉄道会社とそれをバックアップしている銀行が、技術も含めて提供してくれたわけですね。で、マルクスが資本論の中で言ったように、鉄道会社っていうのは株式会社の一番代表的な、形態である。つまり、初期段階に設備投資、つまり切り通しを作って、そこに砂利を引いて、枕木を引いて線路を敷設して、ここまでお金がかかるんですね。で、その上を、貨物列車や客車が走り始めたら、あとは儲かるだけですから、自分が初期投資した分、株に換算して、その株の値段がどんどん値上がりしていくのを、年が減れば年が減るだけ、若干の整備費かかりますけど、儲かるだけですから、そういう、株式会社の代表格だったわけですから、日本の場合、日清戦争の莫大な戦争賠償金で、鉄道がかなり敷設されていくことになりますから、それから10年後が日露戦争ですから、日露戦争の時っていうのはこれから儲かるっていうことですね。じゃあなんで鉄道国有化しなければならなかったかっていうと、それは株式会社制度で株主は、外国の鉄道会社と鉄道会社をバックアップしている銀行資本ですから、イギリスだったらこれは日英同盟結んでるから問題ありませんけど、フランスの銀行と鉄道会社であれば、これはロシアと結んでますから、日露戦争をやってる時にフランスの鉄道会社が、この向こう2週間の特別ダイヤを組んだ、運送はどうだったのかちゃんと情報を開示して、つまり株主は自分が儲ける権利があるわけですから、ちゃんと儲かるように、事業をしているかどうかという、そういう事業情報を公開する、させる権利を持っているんですね。で、それを使われたら、軍事情報が、つまり、もう東北から広島に、呉に、ガンガン特別ダイヤで列車走らせてるっていうふうに分かったら、ああ、じゃあ1週間後か10日後には大決戦が、あるんだな、旅順あたりでっていうのがロシア側に分かっちゃうんですね。ですからこれは重大な軍事機密なので、国有化すべきだと
いうことで、軍部は一気に国有化を進めようとして、外務大臣が辞任する中で鉄道が国有化されたのが1906年だったんですね。だから、ちょうどその頃に、岡田は大阪にいた。ということは、要するに日露戦争で賠償金なしの講和を結んで、もう東京を中心とした事業っていうのはあんまりないだろうということで、就職口は大阪になったのかもしれない。ここにですから、大阪、神戸、ここはもう当然、貿易港が、明治の初期からあるわけですから、それが首都東京とは違う、その経済的な、景況を示していたということが、伺えるわけですね。で、案の定、この岡田と会った、段階で、次郎は岡田から馬鹿にされるわけです。それは冒頭、先ほど読んだところをご記憶かと思いますが、梅田のステーションを降りるや否や、自分は母から言いつけられた通り、すぐ車を雇って岡田の家にかけさせた。母から言いつかったのは、すぐ岡田の家に行きなさいで、車を雇う必要、まだ言ってないです。で、車はこの場合、人弁に車、つまり人力車のことを指しています。つまり、この語り手は、鉄道、大阪駅で鉄道を降りた段階で、人力車を駅で雇って、それに乗って岡田の家にかけさせたと。それで岡田の家というのは、その天下茶屋の、そばなわけですね。天下茶屋については、次のような注釈が、ついています、大阪市西成区の住吉神社近くの地名、参道への道筋にあり、豊臣秀吉が、三権の途中にこの地の茶屋で休んだことから天下茶屋の地名が起こり、転じて今の名になったという伝承がある。そしてこれが、住宅地が広がって、その、新興住宅地になってたんですね。しかも関西を訪問した時の漱石の日記にはですね、天下茶屋まで車を飛ばして遊園地の長谷川如是館を行う、遊園地の感性にして家々みな清楚なり、秋光秋の光、東鉄すこぶる会っていうふうに書かれてるね。だから天下茶屋っていうのは昔から豊臣秀吉がお参りをして、まあ、天下を取ったっていう、そういうお茶屋さんがあっただけではなくて、ここが近代的な遊園地として開発されているっていうことなんですね。それで、岡田はその人力車に乗って、アホみたいっていうわけですね。こういう話を二人はしています。二章の真ん中辺ですが、そうして彼から天下茶屋の形成だの、将来の発展だの、電車の便利だのを聞かされた。自分はそれほど興味のない問題を、ただ素直にはいはいと聞いていたが、電車の通じるところへわざわざ車へ乗ってきたことだけは馬鹿らしいと思った。二人はまた2階を降りた。これは関西に居住している人たちだったらすぐ、あ、そうだよねって、梅田から天下茶屋まで人力車には乗らないよねっていうふうに思うわけですね。でも関東の人たちにはわからないことなので、ご説明はしておきたいというふうに思うんですけれども、大事なことは天下茶屋が遊園地もあって、同時に新興住宅地も周辺にある。そこに岡田が住んでいるっていう設定ですね。これは現在で言えば、その東京周辺でもこのパターンは多かったり、さらに、遊園地が閉鎖されてしまったり、住宅地だけが残ってとかね、いろいろあるわけですが、それは関東大震災で東京が壊滅的な打撃を受けた後に、この遊園地とセットになった郊外住宅と、そこに鉄道が国有化された後の私鉄がつながっていくっていうね。東京で言えば、小田急線沿線とか、東横線沿線とか、京王線沿線とかっていうあたりを想像していただければいいと思うんです。必ずここに多くの人が住み着くわけで、まず海岸線から住宅を
ね、建ててそこに住み着いていって都市が拡大していくと、どうしてもその背後に六甲山系があるわけですけど、これ山の方に登っていかなければいけないわけですね。住宅地がだんだんこう山の方に行くわけですから。それで、まあ、あの地域行った方は、かなりの高低差があるわけです。だから、まあ、行きは高台の住宅地から、海岸沿いの駅まで下り坂でいいんですけど、働いて疲れた後上り坂はきついっていうね。そういうこともあって、この住宅開発と、それから、そこに、住宅が開発されたところに、ちゃんと鉄道も、走らせるというのが、まあ、こう、重なっていくわけですね。ですから今も、だから、国鉄はなくなる。JR が一番、だから南側の海岸線沿いにあって、で、北側に何本か、複数の、私鉄が走っているっていうのが関西の交通のあり方なんですね。そして、まあ一番わかりやすいのが、例えば宝塚遊園地と宝塚劇場がセットになって、その周辺に住宅が開発された宝塚市を想定していただければ、その大阪からに通って戻ってくるお父さん毎日ね。で、まあ子供たちは周辺の学校に通って、週末になったらお父さんが子供が妻を連れて、宝塚遊園地で遊び、宝塚歌劇を見てまた帰ってくるっていう、そういう文化的な、ファミリーを大切にした生活っていうことが切り開かれていたのが、すでに明治末年から、阪神地方では、そういうことが、可能になったんですね。で、次郎はそれ分かった。あ、ここに次郎さんという言い方が出てきますけど、次郎だって分かるわけですけども、岡田から電車通ってるのなんで無駄金使ったんですかっていうふうに笑われる。たわけで、そこのところだけは次郎は損したなというふうに思ったっていうことになる。で、そんな話をしているところに岡田の妻が買い物から戻ってくるんですね。やがて細君が帰ってきた。細君はお金さんと言って、器量はそれほどでもないが、色の白い皮膚の滑らかな遠見の大変いい女で、父が勤めていたある官商の続官の娘で、その頃は時々勝手口から頼まれ物の仕立て物などを持って出入りをしていた。岡田はまたその自分の家の触覚をして、勝手口に近い書生部屋で勉強もし昼寝もし、時には焼き芋なども食った。彼らは火曜にして互いに顔を知り合ったのであるが、顔を知り合ってから結婚が成立するまでに、どんな経路を通ってきたか自分はよく知らない。岡田は母の遠縁にあたる男だけれど、自分のうちでは書生同様にしていたから、下女たちは自分や自分の兄には遠慮して言いかねることまでも、岡田に対してはつけつけと言ってのけた。岡田さん、お金さんがよろしく、などという言葉は自分も時々耳にした。けれども岡田は、高校を卒業して一人で大阪のある保険会社へ行ってしまう。地位は自分の父が修繕したのだそうである。それから一年ほどして彼はまだ標然として上京した。そして今度はお金さんの手を引いて大阪へ下っていった。これも自分の父と母が口を聞いて話をまとめてやったのだそうである。自分はその時富士へ登って甲州路を歩く考えで家にはいなかったが、後でその話を聞いてちょっと驚いた。勘定してみると自分が御殿場で降りた汽車とすれ違って、岡田は新しい細君を迎えるために入居したのだ。という5、6年前のね、先ほど申し上げましたように、1906年から1907年あたり、日露戦争があって、鉄道が国有化された直後あたりの頃、大阪に就職した岡田が一旦戻ってきて、それで、この次郎の父親の部下であった、お金さんを、と結婚して、二人で、大阪で生活を始めたということですね。この書いてる次郎がかなり失礼な男だっていうのは、さっき読んだところでお分かりになったと思いますけども、細君はお金さんといって、器量はそれほどでもないが、色の白い皮膚の滑らかな、遠見の大変いい女であった。
治療はあんまり良くないけど、遠見はいいって、ね。それは顔の造作は分からないけど、色白だっていうことが分かるから。ということと、スタイルがいいっていう。つまり、極めて、固定的な女性に対する見方をする、やつだということが、こう、批判的に書かれてますね。ここが大事です。つまり、この明治末年というよりも、明治という時代が終わって、大正の、最初の年に書かれたこの、後人という小説が、当時の社会が、つまり明治という時代が終わった段階での日本社会が、女性というものをどういうふうに扱っていたのか、そのことをめぐる、話なんですね。もちろん、それはだから、結婚と、それから出産とっていうことも含めて、今ここで、岡田とお金さんが結婚したっていう話が明らかにされて、そして、実は次郎が、母親から言いつかったことというのは、岡田がいた頃から、次郎の家で働いていた、長田さんという、女中さんですね。長田さんという家庭内労働を担わされている女性の結婚相手として、岡田の、知り合いであるところの佐野さんという、やはり岡田と同じように頭の毛の薄い、人と結婚はどうなのかっていう、そういう、話をつけに来た。これが使者としての次郎の役割なわけですね。ですから、そういう意味で言うと、次郎は、岡田とお金さんの、もう5、6年ですから、必ずしも新婚生活とは言えないんですけども、それに非常に強い関心を持っているんですね。もともと、だから使用人の長田さんの結婚話を持ってきて、その紹介者が岡田なわけです。だからじゃあ君たちの結婚生活はどうなんだいってなことを根掘り葉掘り聞くわけですが、それについて岡田は一つの悩みを口にします。第4章のところ、岩波文庫では14ページですが、14名ですね。これであいつと一緒になってからかれこれもう5、6年近くになるんだが、どうも子供ができないんでね、どういうものか、それが気がかりで、と言った。自分は何とも答えなかった。自分は子供を産ますために女房をもらう人は、天下に一人もあるはずがないとかねてから思っていた。しかし、女房をもらってから後で子供が欲しくなるものかどうか、そこになると自分にも判断がつかなかった。結婚すると子供が欲しくなるものですかね、と聞いてみた。何、子供が可愛いかどうかまだ僕にもわかりませんが、何しろ最たるものが子供を産まなくっちゃ、まるで一人前の資格がないような気がして、岡田は他に我が女房を世間並みにするために子供を欲するのであった。結婚はしたいが、子供ができるのが怖いから、もう少し先へ伸ばそうという苦しい世の中ですよと自分は彼に言ってやりたかった。すると岡田が、それに二人きりじゃ寂しくってね、とまた付け加えた。二人きりだから仲がいいんでしょう。子供ができると夫婦の愛は減るもんでしょうか、とまた付け加えた。二人きりだから仲がいいんでしょう。子供が経験以外にあることをさも心得たように話した。これがですから当時のその日本社会における、つまり明治という時代が終わった段階での日本社会における、その結婚をしたら子供を産まなければならないというね。まさにここに当時の女性がはっきりと産む生徒、国家のために有用な、とりわけ軍人になりうる男子ですね。やり方がマッチしてたわけですから。そういう極めて、全近代的な民法体制をずっと1945年までか、そういう極めて、全近代的な民法体制をずっと1945年までこの国は続けたわけですけど、そのことがこう話題になっ
で、でも次郎という青年は、別に子供はいらないんじゃないのと、今の不況の中で、子供ができちゃうと困るから結婚はちょっと控えておくっていう時代ですよっていうような話を、両方ともそういう体験がないのにしてるんですね。で、この子供が生まれないんですかっていう話はですね、ぶしつけにもその岡田の妻のお金さんに対しても持論はしてしまうわけです。ですからまず最初に現れてくるのが、要するに産む性としての女性は、結婚をして、そしてなるべく早く男の子を産まなければならないのだっていうその価値観、結婚と出産と家制度をめぐる価値観が現れてくるわけですね。そしてそういうシステムに、長田さんという女性と佐野を結婚させて引き入れようとする、そういう使者としての役割を、まあ、次郎が担わされてきたということが分かって、それで相手の佐野さんとも出会ってですね、とにかく、長田さんの結婚話を、話をつけるというふうになるわけですね。ですから、11章のところでは、公人、すなわち死者としての公人の、役割を、次郎はこういうふうに、考えているわけですね。まあ、お金と、働いている岡田と一緒に電車に乗って職場のおかしいわけですよね。岡田とお金さんは、岡田がその、次郎のうちで書生をやっていた頃から、お金さんは次郎の父親の部下の娘として、縫い物の手伝いをして、かなり長い間、朝日新聞の連載小説を、書くことができなかった、夏目漱石は、まあ、本社は大阪朝日新聞ですから、そこの依頼に応えて、体調が改善した段階で、講演旅行をするのですけれども、しかし、少し無理をしすぎて、この講演旅行が、終わる頃に、また、その、胃を悪くしてしまうわけですね。それで結果として、その、大阪の湯川胃腸病院というところに、これは有名な物理学者の湯川秀樹さんの、養父がやってる病院だったんですけど、そこに入院したっていう体験がですね、この後の、友達の後半ということになります。ですから、病院に関してはかなり詳しい、描写が、されているわけですけど、大事なことはですね、この病院の中で三沢が気にしているあの女というのがですね、一緒の病院に、ということは胃腸病院ですから、やはりその胃を悪くして一緒の病院に入院したということが出てくるわけですね。18章の45ページのところですが、後ろから8人。自分は依然として病院の門をくぐったり出たりした。朝9時ごろ玄関にかかると、廊下も控え所も外来の患者でいっぱいに埋まっていることがあった。そんな時には、世間にもこれほど病人があり得るものかとわざと驚いたような顔をして、彼らの様子を一巡見渡してから、はしご段に足をかけた。自分が偶然あの女を見出したのは全くこの一瞬間にあった。あの女というのは、三沢があの女、あの女と呼ぶから、自分もそう呼ぶのである。このあの女というのは、三沢が大阪に来た時に入った、その、まあ、お酒を提供するお店で働いている女性で、三沢と同じように、胃潰瘍が、その、悪くて、この病院も、この胃の悪い、この女から、紹介してもらった、ということの、が、明らかになるわけですね。
じゃあ、あの女はどういう筋合いで、三沢に勧められたお酒で、胃を悪くして病院に入ったかというと、23章の一番最後のところ、58ページには次のように書かれています。これは、あの女の看病をしている看護師さんから、いろいろ次郎が情報を仕入れたり、あるいは三沢が情報、持ってた情報を重ねたりして分かったことなんですが、23章の一番最後の58ページの3行目ですが、あの女は器量と芸を売るおかげで、なんとかいう芸者屋の娘分になって、うちの者から大事がられていた。それを売ることができなくなった今でも、やはり今まで通りうちの者から大事がられるだろうか。もし彼らの待遇があの女の病気とともにだんだん軽薄に変わっていくなら、毒悪な病と苦戦するあの女の心はどのくらい心細いだろう。どうせ芸者屋の娘分になるくらいだから、生みの親は身分のあるものでないに決まっている。経済上の余裕がなければ、どう心配したって役には立つまい。自分はこんなことも考えた。便所から帰った三沢に、あの女の本当の親はあるのか知ってるかと尋ねてみた。あの女の本当の母というのを三沢はたった一遍見たことがあるとかだった。それもほんの後ろ姿だけさ、と彼はわざわざ断った。つまり、ここに、この章のね、前半に出てきた、産む性としての、結婚を、正規の結婚のね、前半に出てきた、産む性としての、結婚を、正規の結婚をして、その家の後継ぎである、なるべく男子の子供を産むという役割が担わされている、妻たちですね。その話と、そうではなくて、この女はですね、器量と芸を売るお金。だから明らかに肉体は売っていないと。芸者だということが、わかるわけですが、なんとかいう芸者の娘分になって、うちの者から大事がられていた。当然これは、うちの者からってのは芸者屋です。だからお見舞いに来てる女性たちもみんなその芸者屋の関係者なんですね。本当のうちではない。じゃあこの芸者屋の娘分になるということは一体どういうことなのか。そうするとここにまさに、産む性の対極にある産まない性として位置づけられた、日本がまさにその国家的な、脱法体制と言ってもいいんですよね。そういう体制を作って国家が容認する形で、売買主にシステムをずっと明治以降も、機能させたということの実態が見えてくるわけですね。これは樋口一葉の竹比べという小説を、読んでいただければその中でその、舞台になっているのが貸座敷というふうに正式な名称で言われています。遊郭とかという言い方はしないで貸座敷なんですね。当然その遊郭としての貸座敷で、やってくる男性客の相手、ある時には性的な、関係も含めて強要されているその女性たちは、文字通りその人身売買的な形で、売春を強要されている女性たちということになるわけですけども、そこがですね、法的にこの貸座敷制度が作られたことによって合法化されているわけですね。これは、まあ、話すと大変長くなるので、ぜひ調べていただきたいと思うんですけども、簡単に言うとですね、江戸時代からずっと日本では遊郭という、で、これも人身売買で、親元から買われた女性たち、しかも、それ借金として貸し付けられていますから、どんどん、まあ、利子が重なっていって返せない、金額になっていくっていう高利貸し的な制度であったわけですけれども、
まあ、事実上その奴隷的な状態で、人身売買がなされてたんですね。当然19世紀国際法的にはこれが禁止されたんですけれども、その国際法違反の形で脱法的に奴隷の売買をやってる国もあって、で明治5年ペルー船籍の奴隷売買船、これ中国人のクーリーを船に乗せたわけですが、それが日本沿岸で座礁して、それで日本が裁判をすることになったんですね。で国際法上違反している人身売買はやっちゃいけないじゃないかって日本の裁判官が言ったら、そのペルー船籍の船長が、いや日本だって公然と女性の人身売買をして遊郭で働かせてるでしょうというクレームがついたので、この時にその正当性を作るためにいわゆる遊女解放令っていうのを出すわけですね。一切全ての遊女は解放します。でもそうやったら生活できていかないわけですから、しかも遊女たち全員に借金があったわけですね。それをどうするのかっていうのは、その時の明治新政府の説明は、もうこの遊女たちは、牛馬、牛や馬と同然だから、借金の返済の人間的能力がないので、これは問題にしませんっていうのが表向きで、その後はかつての遊郭を貸座敷というふうに法的に位置づけ直して、生活のために、自らのその性を売らなければならない女性たちに善意でお座敷を貸してあげてあげるだけなんです、うちはっていう。その貸座敷料を支払ってもらってるんですっていうシステムにしちゃうんですね。これがですから、それこそ第二次世界大戦が終わるまで日本で、政府公認の売買春のシステムが、産まない性として位置づけられた女たちを囲い込む場所として、制度化されたポイントになるわけです。ですから、まあ、要するに、人身売買じゃなくて養子縁組をしてということが表向きになるわけですね。で、その際に借金をすると親の側は。という、まあ、事実上の人身売買なんですけども、それで、でも身は売らない芸者をやっているのがこの、女なんだと。それで、いろいろその、調べていくと、様々な経済的な条件で、その、もう当時の医療費は保険制度ないですが、極めて高かったということを漱石は自分の体で分かってますから、入院過料費がその払えなくなったら、死を間近にしてでも病院を出なければならないような患者の姿も、書き込んでいくわけですね。そしてその三沢と友人は、どうしてもその自分と一緒にお酒を飲んでこの病院に入院することになったあの女を見舞ってやりたいと、で、ひいては、その、お金を貸してくれないかって次郎に頼むんですね。それは先ほど言ったように、莫大な、入院費がかかりますから、もし、その、この女が、助かってもう一度その、芸者として芸を売ることができれば、入院治療費は、お店の方が出してくれるのですけれども、見捨てられたら終わりなんですね。それが心配だから、見舞金を渡して、帰りたいというふうに次郎に頼んで、で、次郎が岡田から借金をして、しかるべきお金を渡して、その、三沢に、その、渡して、三沢はこの女の人と、を見舞って退院をすることになるんですね。で、一体どうしてそこまで、その、三沢は、この自分のお酒、自分のお酒の付き合いで入院することになったあの女性に、こだわるのかということを聞くと、その別れ際の、まさに、交通と交信の小説っていうふうに申し上げましたけど、その、次郎と岡田が別れる駅のところでですね、自分がもう少し若かったときに、自分の家の父親が、仲人をして結婚をして、しかし、その結婚相手が、
女遊びとその酒を飲むことが好きで、新婚であるにもかかわらずほとんど家に帰ってこない。そういう状況で、その発狂し、新婚早々その精神を病んでしまった。そういう女性を一旦仲人をしていた自分の家に引き取って、そしたらその女性が自分をかつての夫と間違えたのか、外出するたびに早く帰ってきてくださいねと、言うようになった。自分はその気持ちにどうしても、答えてやりたいと思ったというふうに、この産む性と、産む性としての妻、母になっている女性とね、産まない性という売買寸のシステムが、同時にその明治国家によって位置づけられていることが、どれだけその女性を傷つけるのか、それに気づいた知的な青年として、この岡田が描かれているんですね。で、発狂してしまったのかもしれないけれども、自分はその、あの女が自分に早く帰ってきてくださいねと言ったのは本気ではなかったかというふうに、岡田は、その女は色情狂じゃないかと言った次郎に切り返すんですね。最初の短編、友達の最後の章、33章で、岡田はこういうふうに言います。僕は病気でも何でも構わないから、その娘さんに思われたいのだ。少なくとも僕の方では、そう解釈していたいのだ。と三沢は自分を見つめていった。彼の顔面の筋肉はむしろ緊張していた。ところが、事実はどうもそうでないらしい。その娘さんの片付いた先の旦那というのが、放蕩家なのか交際家なのか知らないが、何でも、新婚早々たびたび家を開けたり夜遅く帰ったりして、その娘さんの心を散々いじめ抜いたらしい。娘さんの心を散々いじめ抜いたらしい。けれどもその娘さんは一口も夫に対して自分の苦しみを言わずに我慢していたのだね。その時のことが頭にたたっているから、離婚になった後でも旦那に言いたかったことを病気のせいで僕に言ったのだそうだ。けれども、僕はそう信じたくない。強いてもそうでないと信じていた。まあ、こんなふうにですね、岡田の言った、当時の産む性と産まない性を、明治国家が戦略的にその分断して、男性優位社会、ということはもう軍国社会なわけですけど、それを形成していったあり方に対する非常に根本からの批判がね、この公人という小説の出だしには刻まれていて、それがじゃあどのような小説の見方につながっていくのか、この後またお話を続けていきます。1回目はこれで終わります。ありがとうございます。